ちょっと先週、はい、直線終わりに若干すくみの症状を見せました。ああ、なるほど。はい。で、ただ休ませるわけじゃなくて、そのまま乗り続けながらケアやってます、ね。はい。で、一応そのすくみ出た後でも、中間15-15-15を一回入れてるんですけど、その後のすくみどう？ああ、特に出てないですね。採血はまだなんですけど、うん、まあそれをアスカルはやり続けて、アスカルは2回やってます。で、一応 やりながら騎乗は休まずにやっていて、で次回ちょっ と時期を置いて、はい、もう一度採血取ってみて、その値を見て、もう改善してるっていう判断でいいのかなと。まあ、今のところ多分その症状も一過性のものだと思うし、はい、あの熱発から立ち上げていって、でそこでちょっとやっぱり筋肉も緩んだ感じもあるの で、うん、でそこでちょっとあの馬も硬くしたのかなという印象です、うん、はい、まあ特段大きい心配ではないかなとは思いますけど、はい、いい形になってきましたね、馬やっぱ調節して。うん、でもうちょっとね体重乗ってほしいなって思うのは思います。今450ですよね。だから休ませてる時に460ぐらいまでは上がるんですけど、やっぱ長距離積んでいくと450台をキープしてるようなイメージなので、これが460台をキープできれば、春先にもう少しちょっと早めとかそういうハードトレーニングを入れた時に耐えていってくれるかなとは思うんで、すごい調教しがいのある体で、本当にあとどれぐらいついてくるかって感じですね。そうですね、はい。